米大リーグホワイトソックス、エンゼルス、30日、シカゴギャランティードレートフィールド。エンゼルスの大谷翔平投手が30日、日本時間31日、3番 DH でスタメン出場した敵地でのホワイトソックス戦の4回、先頭で回った第2打席で13号ソロを放った。1対1の同点で迎えた打席、初球内角高めの速球を空振り、2球目の低めのスライダーをファウルにしてカウント0、2からの3球目、内角高めの94マイル、約151キロの速球を中越えに運んだ。打球速度は時速110、2マイル、約177キロ、飛距離は435フィート、約133メートルだった。相手先発マウンドはルーカス・ジオリト投手。同じ1994年7月生まれの右腕とは、試合前までで20打席対戦があり、1、2塁打、1、3塁打、2本塁打を含む6安打を放って、打率3割をマークする相性の良さを誇っていた。この日の第1打席は、1ボールから高めの速球を打って中飛に倒れていた。24日、同25日の本拠地でのレッドソックス戦以来の5試合ぶりの一発となった。大谷翔平5試合ぶり13号ソロ。4回に好相性右腕から豪快弾、初回、やられた、高め直球をジャストミート。エンゼルスの大谷翔平投手が30日、日本時間31日、敵地シカゴでのホワイトソックス戦に、3番、DH で先発出場。4回の第2打席に5試合ぶりの本塁打となる13号ソロを放った。1対1の同点の4回無視の第2打席、2ストライクからホグンの先発右腕ジオリトの真ん中高めの直球を完璧に捉える勝ち越しの中越え13号ソロ。24日、同25日のレッドソックス戦で左中間22号ソロを放って以来5試合ぶりのアーチで、メジャー通算140本目の本塁打だ。打球速度は112マイル、約177、3キロ、飛距離は435フィート、約132、6メートル。ジオリトとのこれまでの対戦成績は20打数6安打2本塁打、打率300と好相性で、初回に打ち取られた高めの直球を見事に打ち返した。初回1死の第1打席は1ボールから真ん中高めの直球を叩いたが中飛だった。この日の試合前にフィル・ネビン監督は、大谷翔平の次戦先発を2日、同3日の敵地でのアストロズ戦と公表。予定通り中5日での先発となる。また、大谷翔平の休養日を問われた指揮官は、考えているところ。彼は正直に私に、状態を、話す。明日もプレーするだろう、と説明。具体的な休養日を明言することなく検討中とした。前日29日、同24日のホワイトソックス戦は、3番、DH で先発出場して4打数無安打。通算の打撃成績は、53試合で205打数54安打、12本塁打。33打点、打率263、7盗塁、投手成績は11試合で5勝1敗、防御率291となっていた。大谷翔平、前日四球の影響を感じさせず特大132メートル弾5試合ぶり13号で再びチーム単独トップに。エンゼルスの大谷翔平投手が3番 DH で先発出場。第2打席で5試合ぶりとなる13号アーチを放った。大谷翔平はここまで53試合に出場し、打率点263、12本塁打、33打点の数字を上げている。二刀流登板も挟みながら打者としても休むことなく試合に出続ける大谷翔平だが、やはり疲労もあるのか、ここ4試合では16打数1安打、打率063と低調気味。5月半ばには3割あった打率も2割6分台まで下がってきてしまっていた。この日のホワイトソックスの先発ジオリトは、昨季11勝を挙げた右腕。大谷翔平と同年齢で過去4度の2桁勝利を記録している好投手だが、大谷翔平は通算で20打数6安打の打率点300、2本塁打と得意にしている。この試合も大谷翔平は第1打席こそ大きなセンターフライに倒れたものの、第2打席でジオリトを捉えセンターの右へ飛距離132メートルの13号。好相性の相手から5試合ぶりの一発を放った。大谷翔平は前の試合で今季初の四球を受けている。152キロの直球が右膝付近を直撃し、大谷翔平が絶叫するシーンもあって心配されたが、この日も26試合連続でスタメンに名を連ね2試合ぶりの安打となる豪快なアーチ。タフぶりを見せつけた。エンゼルスが1番、ウォードのソロで先制もその裏すぐ同点に大谷翔平の第1打席は中飛。エンゼルスの大谷翔平投手が30日、日本時間31日、敵地でのホワイトソックス戦に3番 DH でスタメン出場。初回の第1打席は1ボールからの2球目を打って中飛に倒れた。
相手先発はルーカス・ジオリト投手、28、大谷翔平と同じ1994年7月生まれの右腕だ。今季はこれまで11試合に登板し、3勝4敗、防御率3.98。ジオリトはこれまでエンゼルス戦に7試合登板しており、大谷翔平は打率3割で2本塁打をマークしている。エンゼルスは1番のウォードが左翼にソロホームランを叩き込んで1点を先取した。前日のリードオフマンだったモニアクは1安打をマークしていたが、この日は前日不出場のウォードを起用。それが当たった形だ。エンゼルスの先発はまだ今季負けなしで2勝の左腕、アンダーソン。1死から長短連打を食らって2、3塁とされ、4番ヒメネスに儀比を許して同点に追いつかれた。初回終わって、1月1日となった。大谷翔平は前日の同カードでは、4打数無安打、2三振、1四球。打撃内容は右膝付近への四球、3邪飛、空振り三振、空振り三振、ビューゴロだった。試合後にネビン監督は、四球を受けた大谷翔平について、彼は OK だ。膝の下で骨に当たった、と話していた。打者としての今季通算成績は打率2割6分3厘、12本塁打、33打点で、24日、同25日の本拠でのレッドソックス戦以来となる13号アーチに期待がかかる。